皆さんこんにちは。秋田大学教育文化学部学校教育課程理数教育コースの加藤真一です。この時間は私が行っている研究について簡単に紹介したいと思います。私は数学的なプロセスを重視した算数数学の教材と授業デザインに関する研究を行っています。皆さんはこれまで算数数学の授業を通してどのような力を身につけてきましたか。また皆さんがもし先生になったとしたら算数数学の授業を通して児童生徒のどのような力を育みたいと考えますか。分数の掛け算ができるようになりたい、微分積分を理解できるようにしたいなど、さまざまなことが考えられるかもしれません。もちろんそれらも大切なことではあるのですが、算数数学の授業を通して私は特に次のような力を育んでいきたいと考えています。算数数学の授業の中で算数数学の内容を学ぶのはもちろんのこと、それに加えて算数数学の問題を解決する過程を通して、算数数学に限らず日常生活における問題を解決できる力を育みたいと考えています。小学校算数を例にして考えてみましょう。例えば小学校第5学年では台形の面積の求め方について学習をします。台形の面積を求める式は括弧上底足す過程括弧閉じかける高さ割る2です。この学習で大切なことは何でしょうか。先生が台形の面積を求める式を教えて、子どもたちが台形の面積を求める、もちろんそれも大切なことではあるのですが、この授業で大事なことはなぜ台形の面積が括弧上底足す過程括弧閉じかける高さ割る2で求められるかどうかを考えることだと思います。これまで子どもたちは正方形や長方形、平行四辺形、三角形の面積の求め方について学習してきています。台形の面積については初めて出会う場面です。つまり子どもにとっては未知の事柄になります。未知の事柄を解決するために子どもたちはいろいろな方法で考えます。例えば元の台形と合同な台形を回転移動させて元の台形にピタッとくっつけると平行四辺形になります。平行四辺形の面積を求める式はすでに学習しています。底辺×高さです。底辺とはここのことを指しますが、ここは下底と上底を足したものになります。だから上底足す下底になるんですね。そしてそれに高さをかけて最後2で割っています。じゃあこの2は何でしょうか。そうです、黄色の台形はもともとなかったのでこれは面積に含んではいけません。だから2で割る必要があります。このようにして台形の面積を求める式を導くことができました。授業の始めは台形の面積の求め方は子どもにとって未知の事柄でしたが、基地の事柄を活用してその未知の事柄を明らかにすることができました。これが算数数学の授業で大切なことです。しかし今の問題の解決過程は算数数学に限ったことではありません。私も皆さんも生活していてさまざまな問題に直面することがあります。その時にはこれまで似たような問題がなかったか、これまでその似た問題はどのように解決してきたかと振り返ることによって新たに直面した問題を解決すると思います。算数数学の授業で算数数学の内容だけではなく、このようにこれからの児童が生きていくときに必要となる力を育みたいと考えています。
そのためには主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図ることが必要です。児童生徒が主体的に考えること、その上で友達と、あるいは先生と対話しながら算数数学について理解を広げ深めていくことが重要です。そのような授業を作るために算数数学の教材と授業について検討する必要があります。私は特に次の3つの観点から研究を行っています。第一に、算数数学教育における関数指導に関する検討です。第二に、対話のある算数数学の授業づくりに関する検討です。第三に、算数数学の授業過程における ICT を活用した指導法に関する検討です。どのような研究を行っているかについて事例を交えながらお話をしたいと思います。突然ですが、関数って何ですかと聞かれたら皆さんはどのように答えますか。もう少し具体的に聞いてみたいと思います。次の4つの中から y が x の関数であるのはどれでしょうか。またその時、関数であるかどうかをどのように判断していますか。もしかすると答えるのが少し難しいかもしれません。これは4つとも y が x の関数であると言えます。では関数であることをどのように判断すればよいでしょうか。中学校の教科書では関数は2つの変数 xy があって、 x の値を決めるとそれに対応する y の値がただ1つに決まるとき、 y が x の関数であると定義されています。この定義に従えば先ほどの4つはやはりどれも関数であると言えます。ではこの定義を覚えればよいのでしょうか。関数の定義を覚えるイコール関数を理解するということではありません。関数の学習指導では児童生徒が関数について実感を伴って理解することが大切です。関数の学習指導には困難があると言われています。それは数量関係を捉えることです。なぜ数量の関係を捉えることに困難が生じるかは、これまでの研究で次のことが指摘されています。一つは、関数を学習するとき、表や式、グラフに表すといった技能の指導に焦点が当てられているということです。もう一つは、表や式、グラフに表したり式を用いて計算したりすることが何のために行われているか、あるいはそれらが何をしていることなのかを実感できずに授業が展開されているということです。このようなことが要因となって、児童生徒が数量関係を捉えることに困難が生じるということが指摘されています。その困難を克服するために、私は関数の学習指導でこの4つの活動を大切にしたいと考えています。児童生徒自ら身の回りにある伴って変わる2つの数量を見出す活動、見出した2つの数量の関係を探る活動、その関係を言葉や式、表、グラフなどを用いて表現して問題を解決する活動、そしてその数量の関係が成り立つ理由を事象と関連づけて考える活動です。関数の学習指導でこの4つの活動を継続的に大切にすることによって、児童生徒が数量関係を捉えることに生じる困難を克服することができると考えています。関数の学習指導に生じる困難を克服し、児童生徒が関数についての理解を深め広げられるように、私が開発した教材とその教材を用いた授業の一部を紹介したいと思います。ではこのような機械を使うのですが、この機械は見たことはありますか。今から試しにやってみますので、どのような機械なのか想像しながら見ていてください。
いかがでしょうか。この機械は時間とセンサーからの距離をグラフ化するものです。この機械を使って例えばこのようなグラフをセンサーの前を歩いて作ることについて考えることにします。どのように歩けばよいでしょうか。一定の速度で歩けばよいのですが、このグラフを忠実に再現しようとすれば、はじめにセンサーからこのくらいの位置にいて、一定の速度で10秒間かけてこのくらいの位置まで歩けばよいと説明することができます。それができたら、こんなグラフは歩いて作ることができるかなと新しいグラフを提示します。このグラフは作れそう、あれ、このグラフは作れるのかなと児童生徒が悩みながら、提示されたグラフを作れるのかについて一人で、そして友達と考え始めます。どのように歩けばよいのか説明を考えたり、その説明をもとに歩いてグラフを作ったりする過程で、時間と距離の2つの数量関係について友達と対話する機会が自然と生まれてきます。この授業を通して児童生徒が主体的に考え、2つの数量の関係について対話し、関数における理解を広げ深める姿が見受けられました。なお、この授業は扱うグラフや授業の展開を変えることによって、小学校でも中学校でも高校でも行えるようになっています。2次関数のグラフが作りたかったらどのように歩けばよいでしょうか。ぜひ考えてみてください。私は理論的に考えるだけではなく、理論的に考えたことをもとに教材を開発して、開発した教材をもとに授業を実践し、その教材の有効性について検討したり、その教材を用いた授業について分析したりして、児童生徒にとってより良い学びを追求しています。ただ児童生徒にとってより良い学びを追求するためには、もっともっと教材や授業についての研究が必要です。算数数学を通して、これからの未来を担っていく子どもたちが予測困難な時代に対応できるように、そしてこれからの時代を作っていくことができるような力を育むために、一緒に算数数学の教材や授業について考えてみませんか。興味を持った方は秋田大学へ。ぜひお待ちしております。